ラマン・アーロン・エド・ジュニアは、アメリカ合衆国メリーランド州ボルチモア出身の、プロ野球選手。左投げ左打。MLB のサンフランシスコジャイアンツ所属。中等教育は、プレップ校のセントポールズスクールに在籍。メリーランド大学カレッジパーク校に進学し、同校のメリーランドテラピンズに所属した。大学1年生時は一類種を守っていたが、2年生以降は、 中堅守を守っている。2015年の MLB ドラフト9巡目でミネソタツインズから指名を受け、プロ入り。同年6月28日に参加のアパラーチアンリーグのルーキー級エリザベストンツインズでプロデビュー。9月に A 級シーガーラピッツカーネルズに昇格。このシーズンは2チーム合計で68試合に出場し、打率302、9 30本類だ、オプス。 904を記録した。2016年は A 級シーガーラピッツで4月の開幕を迎え、6月に同チームが所属するミッドウェストリーグのオールスターに招集。7月に A 級フォートマイヤーズミラクルに昇格。このシーズンは2チーム合計で88試合に出場し、打率293.8本塁打、オプス841を記録した。 2017年は AA 級チャッタヌーガルックアースに所属。117試合に出場し、打率292.7本塁がオプス805を記録。シーズンオフにアリゾナフォールリーグのサプライズサグアローズに所属し、19試合に出場した。2018年は AA 級ペンサコーラブルーアフーズで開幕を迎え、6月に トリプル A 級ロチェスター・レッドウィングスに昇格。シーズン成績は2チーム合計で120試合に出場し、打率257.11本類がオプス739を記録した。ツインズは2018年シーズン後にウェイドを40人枠に追加した。2019年はトリプル A 級ロチェスターで開幕を迎えた。 6月27日に25人枠に追加され、翌28日のシカゴホワイトソックス戦にて9番右翼手で先発出場してメジャーデビュー。翌29日にトリプル A 級ロチェスターへ降格となり、7月6日にメジャー最小格した。同日行われたテキサスレンジャーズ戦後に右親指の脱球により遠う加官の故障者リスト入りした。 8月に A 級シーガーラピッツと A 級ペンサコーラでリハビリ出場後9月1日メジャー復帰した。以降は主に外野手としてスタメン起用された。9月8日のクリーブランド・インディアンス戦でメジャー初安打を15日の同カードでメジャー初本塁打を記録した。この年メジャーでのシーズン成績は26試合に出場して打率196に本塁打。 オプス723を記録。2021年2月4日にショーン・アンダーソンとのトレードでサンフランシスコジャイアンツへ移籍した。大学時代から選球眼に優れた打者として知られており、特にストライクゾーンの球をカットする技術が卓越する。ありがとうございます。